木村拓哉が朝倉未来を鹿としたらしい。朝倉未来が木村拓哉にコラボを申し込む。木村拓哉陣営は鹿と。これについてどう思う？ YouTuber としての登録者とかキャリアは朝倉未来の方が段違いで書く上、一般的には木村拓哉の方が上。断ったじゃなくて鹿とらしい。なんください、普通。この朝倉誠二のコメントに対しての反応がこちら。鹿とされてグダグダ言ってたらダサいかな。関わりたくないから鹿としたんだろ。なぜ相手にしてもらえると思ったのか。鹿とされたことを公開して叩かせようとする朝倉陣営がダサい。キムタクが仏でやれ。主人公様と使い捨てのイベント化様してやらのせよ。コラボしたところで話することないやろ。業種も職種も全く違うし。どうせキムタクから仕方された。でも動画ネタができた。てるぬんで動画撮ったんだろ。一方的に頼んで無視された腹いせ。後のコラボのための双方合意の伏線演出。どういう理由であれつばさいな。スパムメールは無視が基本だからな。ご視聴ありがとうございました。芸能人有名人を中心に毎日投稿しています。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。